1>, 1分でわかる句動詞とイディオムイディオムや句動詞などのややこしいものをサクッと自己流に解説していきます句動詞とは2つ以上の単語が並んで新たな意味を持った単語のような役割になるやつです例えばこういうやつです動詞にプラス前置詞や副詞アップオフインオンオーバーまたはアウトなどがくっついて新たな意味を持った動詞のように働くもの今日はくっついて新しい意味を持った言葉と覚えてください そしてイディオムは何かというとそのフレーズを直訳したときとは異なる意味になる無事熟語とか慣用句みたいなやつですね例えば piece of cake under the weather when pigs fly to kill two birds with one stone こんな感じでそのフレーズを直訳したものとは全く違う意味になるやつですまとめると不動詞イコール単語がくっついて新しい意味を持った単語 イディオムイコール直訳したものと全く違う意味になるフレーズピンとななかった人はごめんなさい理解できた人も僕の説明で理解ができなかった人も是非コメント欄で教えてください